ネバーロート制約公式 YouTuber のネバスイココロです。今日は夜 YouTube ばかり見てなかなか眠れない方のために ASMR 動画をお送りしていきたいと思います。私もね、一度 YouTube を見始めると 他の動画が気になってしまって、なかなか寝つけないことよくあるんですよ。なので、まあきっとそういう同じようなね、ネバ社員の方がたくさんいるんじゃないかと思ったので、この動画を聞きながら、リラックスした気持ちで、皆さん寝てください。で、明日元気に活動をしてください。 あ、画面はあんまり見ちゃダメですよ。できたら、イヤホンをつけて、目を閉じて、ゆっくり聞いてください。作業しながら聞きたいって方にも、おすすめしてます。 それでは、睡眠導入 ASMR 動画、スタートそれじゃあ、眠りたくなるオルゴールを流すので、それを聞きながら、お話ししましょう。 オルゴールってすっごい <laughs> いい音ですよね。私も眠れない時はよくオルゴールを流してる。あとね、雨の音、YouTube でよく雨の音を流したりしてます。 ごく落ち着くんですよね雨の音皆さんどうですか眠くなりましたいやめっちゃ眠くなってきた。 いやえっとまだ眠れてない人のためにオルゴールを聞きながら羊を数えます皆さんゆっくり聞きながら何にも 考えないでくださいね羊が1匹羊が2匹羊が3匹 羊が4匹羊が5匹羊が6匹羊が <laughs> あれ羊,羊が 7, 7匹羊が8匹羊が9匹 数字が10匹どうですかみなさん寝ましたかどうですか まだ眠くなってない人のために私の話をします人の話聞いてると眠むたくなったりしますよねじゃあ みなさんは夏、どこに行きましたか私は海に行きました海。 暑かったですあとはお祭りも行きましたお祭りは出店が好きですで一番好きなのは浅漬けきゅうり一本 食べることが好きですもちろん友達と行きました音はついてきてくれません音に動物園行こうって言ったら 熱く言って臭いから嫌って言われたじゃあどこに一緒に行ってくれるのって聞いたら「家」って言われてその後一緒にゲームをしました音は。 あんまり外に出たがりませんあホオルゴールが止まりましたねうーんじゃあ私の 声についてお話しします私は自分の声あまりうん好きか嫌いかで言われればあああまり考えたことなかったかも。うん でも、みんなが褒めてくれるこの声は、好きです。でも、キーンってするときあるから、そのときの声は、あんまり好きじゃありません。みんなも、多分、好きな声と、 あんまり好きじゃない声って多分自分の中にあると思うの。ね。だから私はそのキーンってする時はあんまり好きじゃない。学校、中学校かな。発表理科の 授業の時に酸素 H2O なんか記号をね答える時があったの水 H2O 水多分それを先生に当てられて 読んだときに、みんなね、ばって、私の方を見たの。で、え、なんで、みんな私の方を見るのって思ったんだけど、小声で、可愛いいって言ってくれてる人いて、 ああ、そうなんだって。自分の声って可愛いって思われるような声なんだって。でも中学生って思春期ですよね。だから恥ずかしくて、すごく言われてることが。だからね、あれなんです。 今、ちょっと、大きな声で喋っちゃったり、ガサツではないかもしれないけど、言葉遣いが荒くなっちゃったりするのは、照れ隠しだと思ってください。なんか、ね、そうか、かわいい、嬉しいけど、 ぶりっ子にはなりたくなかったっていうお話ですでも自分の声は好きですでまあねこういう私がいいなって思う声の人って やっぱりみんなかわいい独特の声をしてるのその人の声を聞くと、はああこんなかわいい声にもっとなりたいって思うけど自分が出そうとすると恥ずかしい恥ずかしいんです ね、もうちょっと話戻ってそうこれ皆さんに言いたかったんですけど私声よく大きいって言われるじゃないですか私のお母さんもすっごく声大きいお母さんと 電車乗ってたらお母さんの声がすごい車内に響き渡るんです。だから私は多分お母さんに似たんでしょうね。音はお父さんに似たんだと思います。 皆さんにとっての憧れの声ってあるんですかね私よくあのあのやめときます <laughs> でねねここでまあ ないと、寝る前、そう、寝る前に、私が最近ハマっていることは、あのね、ほっとあったかいアイマスクを目に当てるの。それをすると、もう自然と寝ています。 だから、皆さんにもおすすめです。あったかい、ほ、えー、アイマスクを、寝る前に、目に当てると、よく眠れます。あと、そう、さっきも言いたかったんですけど、 目を閉じる前に目薬を刺してもいいと思いますよ。目薬刺した後に目を閉じなきゃいけないんですけど多分目を閉じる環境ってなかなかないと思うんですよ。目薬を刺した後に 目を閉じなきゃいけないけど閉じれる環境にあるっていうことあんまりないかもしれないのでやっぱりね寝る前に目薬をさしてアイマスクあったかいアイマスクを目にかぶせて寝てください。 ねえ次のお話は「眠れない時はどんな時か」ってよく考えるんですよね。まあはじめにも言った通り YouTube の動画を見て次が気になるから 寝れない、寝つけないってことも多いんですけど、次の日が楽しみな行事だと、なかなか寝れないっていう日も私はよくあります。次の日の服装とか、 することをこうイメージトレーニング想像するんですよね。そうしたらなんか多分興奮なんだろう脳がどんどん起きちゃってきて寝つけないってことがよくあります。 で、よく不安な時って寝れないって言いますけど、私はなんだか寝ちゃう人です。で、その逆の絶対寝ちゃう時、そういう時って、 多分皆さんにもあると思うんですけど私は夕方に静かな映画を見ちゃうと一瞬で寝ちゃいますもう時間で言ったら15時から17時ぐらいに映画を見ると絶対に 寝ちゃいます。あとは何でしょうね。あ、私、そうです。ある実況者さんの声がすっごい聞いてると眠くなるんですよ。なので、そう寝れないとき、その人の実況動画を流してるときも、 どこありますまあ皆さんにとって多分きっと最善な作があると思うのでそれも後々教えてほしいですでねね 皆さん夜更かししちゃってるってことですかね時間は今何時なんですかね私もずっと夜更かしをやめたいやめたいって思ってたんですけどいや夜更かしってなかなかやめられないんですよね。 だって楽しいことっていっぱいあるじゃないですかアニメを見たり音楽聴いたり映画を見たり動画を見たりしていたらもう一日なんて全然足りません24時間ひたすら短いと私は感じます なので、夜更かししないっていうのが一番難しいんですよね。どうやったらやめられるんですかね。でもちゃんとあれですよ。10時。ゴールデンタイムまでには寝るようにしてます。10時から夜中の2時までは。 ゴールデンタイム、シンデレラタイムって言われる時間なので、皆さん寝ないといけないんですよ。聞いてる方は今何時ですか十時超えてたら、ダメですよ。 で、その夜更かししちゃ、よく見ちゃう動画なんですけど、私、実況動画をよく見ちゃうんですよね、夜に。そうすると、実況動画って、一回の長さが、だいたい、10分から、 20分 ?30 分ぐらいあるので、もうん、それを次々見ていたら、全然時間が過ぎていくんですよね。ね最近は、あの、裁判するゲームの実況を見ることにはまっています。 面白いですよね。あの、私、すごい、推理も結構好きなんですよね。だから、あの。メガネの <laughs>。あの、ちっちゃい、小学一年生の。名探偵の。少年が。 事件を解決するアニメも絶対映画は見に行きます。ってぐらい推理もが好きなんですよねだからその裁判シリーズも誰が犯人かを真相を暴くそういうストーリーがすごく。 見てて面白いんですよね,ねよく「なぜ自分じゃやらないの?」って聞かれるんですけど自分じゃやまって面白いんですけど何だろうな人のその考えとその やり方考えを見るのが楽しいのか。あそう、お話多分いろんな、その、犯人を導き出すまでに考えていく。そのお話が、多分面白くて好きなんだと思います。<laughs> 視聴者さんってみんなすっごくお,お話が上手くてもう知らずに笑ってしまうんですよねいや私もそういったねお話をして皆さんに笑っていただきたい常々そう思っておりますよ でも面白い話ってなかなか難しいんですよね。うみ、ん、なさんなんかそう思ったんですけど人によって笑うツボって全然違うじゃないですか。 あれ、とっても不思議ですよね。人の感性によって、多分、笑うツボが違うんだと思うんですけど、私、なんだろうな。よく、顔芸に、笑っちゃうんですよね。人の。顔芸、面白いですよね。人の話というよりかは、 顔芸に、漫才、漫才、お笑いの方はよく笑ってます。うん、そうですね。どうですか、皆さん。ここまで聞いてる方いるんですかねまだ寝れない人。 なかなか手ごわいですねじゃあ理想の寝るシチュエーションって皆さんありますか例えばまあ星空の。 下で寝るとか何だろうなうーんクッションの上で寝るとか皆さんの理想の布団の形って何ですかね うん、ふわふわしたり、硬くなったり、低反発と高反発とか、いっぱいありますよね。私は、いつか、 満天の星空の下で寝てみたいと思います。最近やっぱり大阪でも星空を見るってなかなか難しいんですよね。 周りが明るいから。なので、本当に満天の星空が見えるところに行って、その星空を眺めながら。うん、でも寝るのはもったいないですよね。もうその景色をずっと眺めていたい朝が来るまで。 もったいないですねだって朝が来たら朝日が昇るんですよそれも見たいから満天の星空を見に行くときは寝ませんゴールですいつかしたいです みなさ,さんどうですかそろそろ寝られましたまだ寝れない方のためにまださらにお話をいたします何がいいかな うーんみなさんは小学生の時って何して遊んでいましたか私、よく友達とそのシール交換とか メモ帳の交換とかしていたんですよ。でも多分これ女の子限定女の子がする遊びだったと思うんですけど男の子って何するんですかねあでも鬼ごっことかですかあれ鬼ごっこ。 いや、楽しかったですよね。今でもやりたい。今でもやりたい、鬼ごっこ鬼ごっこと、かくれんぼと、色鬼、氷鬼とか。あの、私一番楽しかったのが、学校の全教室を使って、 かくれんぼをしたんですよ。クラス全員で。いやもう最高に楽しかったです。見つからない子いなかったですよ。ちゃんとみんな全員見つけて遊びました。すごく楽しい思い出ですよね。 あ,あ、あと、皆さん知ってます公園の、うんてい、うんていって言うんですっけあの、遊具。あの、チンパンジーとかが、こう、天井を綱わたりするみたいな、鉄の遊具、ありましたよね。 あれ私大好きだったんですよ。運転。も何が、何が楽しかったんだろうって思うぐらい、あれの遊具が大好きなんですよね。鉄棒も好きでした。ただ、あの、回るやつができなくて、あの、なんて言うんですあの、大回転するやつ。思われて。 やる人すっつもすごいなって思って見てます。あ、あそうだ。あの、私、すごい、すごい好きだったいう、あの、遊具遊具じゃない。スポーツあったんです。縄跳び。縄跳び、めっちゃ大好きです。私、 いつもその体育で縄跳びやってる時はあれじゃない縄跳びでそのあの回数飛ぶ回数をクラス全員であの競うの一番最初修行の最初にやっていたんですよ。その時は毎回私が1位でした。 本当です、これ。これ本当です。まあ、も、ちょっと思ったかもしれません。一回、一回ぐらいはその、負けたかもしれません。でも本当に、あれ、最後まで私残ってるぐらいの縄跳び大好きです。今でも、あの、二重跳びとか、後ろ二重とか、ええー、 あと、あやとび二十とか、もう全然多分できると思います。てか今日、今日じゃない。明日やります。はあ、どうですか私が眠くなってきましたけど。 皆さんは夏休みの宿題早く終わらせる人でした終わら。遅くに終わらせる人でした。私は初めに終わらせる人でした。後々にその焦るのが嫌だったから。 宿題の中で一番好きだったのは自由研究でした。あの、貯金箱とか、なんか通行工作をする宿題だったんですけど、すごく作って楽しいものばかりやってたんです。 大好きでした高校とか中学校とか高校の宿題って全然覚えてないんですけど。 宿題ありましたっけいやうんどうですかね眠くなってきましたか 皆さん行ってみたいところってありますか私はうーん静岡に行きたいですあそう今ちょっと思い出したんですけど 私、鍾乳道に行ったんですよ。鍾乳道、わかりますかこの間、この間じゃないけど、8月の頭ぐらいに、鍾乳道に行ってきたんですけど、めっちゃ楽しかったです。もう、本当に、あの、なんて言うんだろうな。 ゲームの、その、洞窟ダンジョンの洞窟内を、こう歩いてる感覚がして、でもすっごい神秘的なんですよ。流れる音とか、その、岩の、なんていう、感触っていうかその、景色、もうすべてが幻想的で、 本当に感動しました。行った時。皆さんもぜひ行ってください。ただちょっと肌寒かったので、何か上着を羽織るかといいかもしれないです。小乳道巡りとか本当にやってみたいですよね。 そういう意味では、ああ、いつか行ってみたいところっていう、いつか行ってみたいというよりかはいつか見てみたい。私の友達の友達が今、世界一周の旅に出ているんですけど、その子は オーロラを見るためにその旅行に行ってるらしいですいいですよねオーロラ私もぜひ一度見てみたいですただ船で船の上が その生活の基盤になるらしいんですけど酔う人はいけないですよね。揺れるんですかね。私もいつかお金を貯めて行ってみたいと思います。オーロラを どうですかまだ眠れてない人いるかもしれないけど眠っくっはありますよねさすがに私もすごい今、眠いです 皆さん、今、どういう体勢をしているんですかね私は今、横向きになっているんですけど、皆さん、寝るときって、どういう体勢とってます私は大体、仰向けか、 横向きです。なんか、ああ、でも、私すごい寝返りが多いんですよね。何回も寝返りを打っていて、でも朝起きると、 大体横向きです。寝た時は仰向けなのに、起きたら大体横向きです。皆さんは、どうですかね。で、ね 寝返りが多い人は、高反発ん低反発のんちょっとどっちだったか、<laughs> 忘れちゃいました。あれ多分、なんかどっちかなんですよね。寝返りが多い人は、 高反発か低反発かって寝返りが少ない人は高反発か低反発がいいそうですよどっちですかねなので皆さんそう寝る寝具を買うときはちゃんと調べてから買った方がいいですよ もし、その寝返りが多いのに、ダメな方を選んでしまったら、逆に寝づらくなってしまうので、そうならないように、ちゃんと調べてから買った方がいいですよ。ちなみに、私の ちょっと、あれ私の寝具は、これ、高反発だっけ忘れたので、また、買った時の入れ物見とおきます。ねえ、そう、私、 友達の家に泊まるときは、私、だいたいスウェットと、上は適当な T シャツ持っていくんですけど、自宅で寝るときは、パジャマなんですよね。皆さんはどうですか上下スウェットで、 寝ている方も多分多いと思いますし女性なんかはきっとパジャマが多いんじゃないかと思いますけれどもどうなんかな寝やすい加工 あるんですかねたまに私家帰ってそのまま家出た時の格好で寝る時あるんですけどついねそしたら絶対途中で目が覚めるんですよね寝づらくて。だから、多分 見やすい格好でいない,といいと睡眠はとれませんよ今適当な服着てる人着替えてくださいお風呂に入ってない人はお風呂に入ってくださいその後に向かい この動画を流してくださいさて今何分経ったんですかね内容があったのかなかったのか 分かりませんがきっともう半分以上は寝ているんじゃないですかねこれリピート再生をしている人いたらやばくないですか最初に 言っておけばよかったですねリピート再生はやめてくださいこの時間内で寝てくださいみなさん明日は何がありますかね お仕事学校それともお休みですか私は明日は土曜日なのでお休みです。なのでこの動画は撮り終わったら寝ます。で 明日早起きしてどうしようかな早起きして音は部活かもしれないから私一人で動物園行こうかなうん 動物園に行くか、ゲームするか、映画を見るか、会えって、こんなことを考えていると、寝れなくなるんですよね。明日何をしようかなっていう考えが、割と寝つけない思考になっているんですよね。 だって永遠に考えていられますもん。明日何しようかなって。予定が入ってたら、そのことについてひたすら考えちゃうけど、予定が入ってないっていうのも、入ってないので、無限にやることがあるんですよね。なので、 明日は何をするか。うん。秘密にしておきます。<laughs> はい。どうですかもうそろそろ、私も含め、 みなさん眠いのでは寝ているのではないでしょうかまだ寝てない人はどうすれば寝れます雨の音を再現しますかピチョ。 ちょ、絶対、たぶん無意味ですねうん寝れない人はもしや画面を見ているのではありませんか画面は見ちゃ ダメです。耳だけで聞いてください。見てくだ、見て、ん,ん耳だけでこの動画を聞いてください。どうですか 眠くないですか私がすでにもう眠いですうん今まだ寝てない人がいるってことを教えてほしい。 いないのなら、私はこのまま寝るのに、起きている人がいたら、私は寝れません。では。 ここで一曲お聴きください「こんもうです「んんんんん」「ごめんなさいここまでしか知らないです」だから永遠に

どうですかちょっと自分の中でしわしわ来てしまってちょっと笑ってしまうんですけどねこの曲をリピートしてください。 ふぅ。どうですか。今の子守歌、皆さんにきっとクリティカルヒットしたんじゃないですかね。たぶんもう聴いてる人はいないのではないですかね。まだ聴いてる人は 下のえー、バーをスクロールバーを戻して子守歌から流してくださいたぶんそこを3いやリピート3回ぐらい聞いたらたぶんていると思いますだからここから先を聞く人はいないのでしょうね 皆さん、寝ましたよね起きてませんよね起きてたらおこですよ。皆さんが寝てくれたのなら、私ももう、寝るのみです。では、最後にね。 10秒ぐらいの子守唄もう一回いきます <laughs> 終わっちゃいました。それでは皆さんおやすみなさい。